はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語パート5、まあ、第5弾でございます。で、今回も動詞やっていきますので、まあ、この状態でねテストしたい方はぜひ止めてやってみてください。では早速いきましょう。で、まず一つ目ですね、 eat です。これで eat っていう発音で意味が食べるです。まあ、物を食べるですね。で、過去形過去分詞、これは変わります。で、まず過去形の方がこれで8です。まあ E がね一番後ろに下がるっていう感じの覚え方でいいと思います。で、8という発音で、で、次過去分詞の方は元々の eat に en がくっつきます。これで eaten って言います。 eaten、 これが過去形過去分詞で、次ブレイクですね。これでブレイクって言うんですが、これで意味が壊すです。ブレイクで壊す。まあ、壊れるっていうのもあるんですけど、ここは壊すと書いておきます。で、過去形過去分詞、これも形が変わります。まず過去形こうです。ブロークです。で、結構ここね間違える子が出てくるところで、まあ、なんでかっていうと、今まで、まあ、形変わるやつで、例えば何かの一文字が O に変わるとかが多かったんですけど、ここは EA の部分が O になって KE っていう感じで、ちょっと後半形が変わるんだよね。なので結構そこで、あのね、A を O に変えるだけとか、そういう一文字変えるだけだっけみたいなミスが起こるんですが、ブロークはね、結構変わります。で、過去分詞の方は、ブロークを覚えておけばすごく簡単です。なぜなら、ブロークに、N がくっつくだけ。これでブロークンです。これが過去形、過去分詞。で、次、ルックですね。で、ルックは、ひとまず見ると。これで覚えておいてください。あのルックホニャララっていう、その熟語でねよく使うものでもあるんですけど、ひとまずルックだけだと見るとなります。で、こいつは規則動詞 ED つけるだけなので、過去形も過去分詞も ED つけるだけで OK です。で、次プットです。プットで、プットはこれで置くです。まあ物を置くってね。プットで、プットはね、ちょっと珍しいやつで、過去形過去分詞、もはや最初から全部同じなんです。現在、過去、過去分詞、プット、プット、プットってかね、3つ全部同じと。で、次、teach です。で、teach は、まず、意味が教えるです。で、まあ余談になりますけど、teach に、後ろ、er がくっつくと、これで teacher です。ER っていうのは、その世をする人のことを表すときによく使うので、teach、教える人なんで、teacher、先生となります。例えば、play ってやりましたけど、play するじゃないですか。で、play に ER つくと、player、まあ、選手とかになります。する人ですね。まあね、余談ですが、もしよかったら覚えておいてください。ちょっと、あ、いいか。後で消そう。で、過去形過去分詞、形変わりますが、両方同じです。同じなんですが、結構な変わり方をします。これで taught と言います。taught。で、あの、これからよく出てくるんですけど、ここ、gh。これ、英語でよく使われる、発音しない gh と言います。なので、今回、まあ、au で o って読むとちょっと変わってるんですけど、で、taught。gh は全く発音しません。ここに関しては。で、taught って言うんで、どうしてもね、ou に引っ張られやすいです。tout, ght と間違いやすい。tou, ght か。と間違いやすいんですが、ここ気をつけてください。これでトートです。で、次、あれですね、ドローです。ドロー。これも AW で O と言います。ドロー。で、ドローは、書くなんですけど、こっちの書くです。まあ、絵とかを描く方のイメージの書く。これがドロー。で、過去過去分詞が、まず、過去は A が E に変わるだけ、ドゥリューと言います。ドゥリュー。で、最後、過去分詞は、もともとのドローに N がくっつきます。これでドローンです。ドロー、ドリュー、ドローンですね。で、次がライトです。ライト。で、こっちのライトも書くなんですが、こっちは手紙とかを書く方。同じ書くなんですけどね。上は絵とかを描く、書く方で、下が文字とか、まあね、文を書く方です。手紙とかね。で、まず、ライト、過去分詞でね、やばい。過去形が、
I が O に変わって、こう、wrote と言います。write wrote。で、最後は過去分詞なんですが、ここもちょっとミスが出てくるところで、元々のこれに N つけるだけで結構多いじゃないですか。これもそうだよね。N つけるだけで、あともう一個あったのどっか。あ、E とは EN か。で、よく出てくるんですけど、ここね、T がダブります。ここだけ。ライト。だから、こうなって EN がくっつく感じ。で、これで、リトゥンと言います。リトゥン。ライト、ロート、リトゥンです。で、次、リード。これで、リードと言うんですが、これで意味が、読む。まあ、本とかごめん、読むってやつ。で、リードは、プットと見た目的には同じで、過去形、過去分詞全部変わりません。こうです。ただ、こいつね、過去形、過去分詞発音が変わります。なので、リードなんですが、こっちはレッドと言います。つまり、read, red, red っていう感じ。見た目は変わってないんですけど。まあ、ぜひ覚えておいてください。で、次、hold です。hold。で、hold は、まあ、手とかで持つですね。まあ、一応持つにしときましょうか。持つ。まあ、手とかで持つってやつ。これで hold。で、hold は形が変わるんですが、過去形、過去分詞、両方同じで、O が E に変わります。held と言います。hold, held, held。で、最後が need です。need。need は、必要である。ほにゃららが必要だよっていう時に使います。で、need は規則動詞なんで、後ろに ed をつければ、過去形、過去分詞に形が変わることができます。いいかな？まあ今回もね、こんな感じで10個ね、単語じゃねえや、動詞ね、やっていきました。では、ちょっとね、最後、テストするために赤だけ残していきましょう。で、次回以降も一応ね、板書何個か作ってあるんですが、もう少し、動詞が続いていきます。で、動詞が終わった後どうするかちょっとまだ決めてないんですけど、ひとまずね、最初に前置詞やって、まあ動詞ね、ある程度数が重なってくれば、まあ本当にね、最初の状態で、よいしょ。全然英語わからんっていう人も、ある程度ね、あ、これ意味わかるなっていうのが出てきてくれる。まあそういう変化がね、生まれてくれたら嬉しいなと思います。よいしょ。これね、いつもね、ここね、喋りながら間を埋めたいんですけど、なかなか。よし、こんな感じで大丈夫かな。では、今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。じゃあ次回、また動詞10個やっていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。